赤人さん古墳は、福岡県八女郡広川町を一条に所在する前方公園墳。八女古墳群を構成する一基で、国の史跡に指定されている。畜士君祝いの祖父の墓と推定される。またかつては、畜士君祝いの墓に指定されていた。前方部二段、公園部三段の筑生で、北側の首レ分には作り手が現存する。築造当初は、集合、 中津津を有していたと見られ、現在でも前方部西側と公園部東側に集合、中津みの一部が確認できる。噴景や出土した末期の年代間から5世紀前半から中頃に築造されたと考えられ、岩戸山古墳の被葬者である筑紫組岩井の数世代前にあたり、岩井の祖父の墓ではないかとも考えられている。東古墳は昭和13年8月8日に、 国の史跡に指定された。昭和53年3月24日付で、史跡の追加指定、統合指定が行われ、指定名称が、やめ古墳群に変更された。家型石管公園部中央には、緑泥変岩の対来質みによる古式の横穴式石室があり、内部に横口式組合式毛型石管が安置されている。蓋は、 寄せ胸作りで、底辺長2.8メートル、妻側に縄掛け突起が作り出されている。実は4枚の遺体紙を組み合わせており、高さ1.4メートル、長さ2.3メートルである。石棺外には、自家古門や重剣文が浮き彫りされ、さらに、たがやされているが、これは最高期の装飾古墳として重要である。石室は、江戸時代に開口され天井部は失われているが、 保護施設に覆われており覗き込むようにして見学できる。石人石室前の石人社には、国の重要文化財で古墳の名前の由来でもある、武装石人が一体、石室側に背を向けて安置されている。この石人は、古くから知られ、江戸時代の古記録にも登場する。宮間史跡上山古墳の武装石人と並んで、南筑後筑西古記のものである。 麻生溶血業海岸星で、高さ約1.8メートル、三角板断鉱と草釣りをつけ、左脇には石灯を帯びるためのえぐり込みが見られる。現在顔は、潰れ、上半身の模様は、不鮮明になっているが、江戸時代の模写図には目、美、口が描かれ、王子を忍ぶことができる。このような姿になった理由は、手足や腰、肩などに、 痛みがある人が、石人の同じところを撃つとそれが治ると信じられ、撃ったり撫でたりされてきたためである。ABCDEF、岩戸山歴史資料館展示図64から16ページ、図説日本の史跡三原史3、同胞者、出版、1991、P206 騎士邸の史跡、岩戸山古墳、乗場古墳、石人山古墳、禅蔵塚古墳、 高加国古墳の5件を統合し、未指定の古墳3期を追加指定した上で、指定名称を闇古墳群とした。日本古墳大辞典313ページ、石人山古墳の武装石人一築語し。ありがとうございます。